はい、アキゲームズです。世界任務いずこより織姫伝説の迷いそうなところとギミックを解説したいと思います。今はこの辺りに立っていますが、任務が発生してから最小のマーカーのところまで歩いてきたところとなっています。冒険者の女性に話しかけるとなっているので、話しかけ会話が終わると次の場所にマーカーが出るので、そちらに向かって移動していきます。この道は一本道なので迷わないとは思いますが、マップがない状態で進むことになるので念のためお送りしています。ワープポイントが見えてくるので、そちらに向かって近づいていきます。ワープポイントを解放したらマーカーに向かって進んでいき、先ほどの女性に話しかけていきます。会話が終わるとマップが解放され、次の場所にマーカーが出るので、そちらに向かって進んでいくことになります。会話が終わった時に鍵も入手しますが、これから向かうところで使うことになります。ここから次の目的地に向かっていきます。先ほどいた場所から南西方向に降りていくと行き止まりになっていますが、近づくと爆発するキノコを使うと壁を破壊することができます。この場所は穴を降りていくだけなので2倍速にしてお送りしています。下の方まで来たら次は北西方向に向かって進んでいきます。この辺りに来ると謎の人物とパイモンとの会話が発生し、その会話が終わると別の世界任務が発生します。今回はこれは置いといて、本来の世界任務の目的地に向かっていきます。この場所は右方向に道なりに進んでいくのが進みやすいと思います。目的地が先ほど発生した別の世界任務のものになっているので、本来の世界任務に戻しておくとやりやすいと思います。この辺りからミニマップ上にワープポイントが見えてくるので、まずはワープポイントの方に向かっていきます。マーカーに向かって進んでいくだけなので早送りをしてもいいのですが、結構道が複雑で迷いやすいので、早送りはしないでそのままの速度でお送りしています。ここでワープポイントを解放したら、次は西方向にあるマーカーに向かって進んでいきます。敵に襲われていますが、今回は戦わないで無視して進んでいきます。倒しながらゆっくり進んでいくのも全然ありだと思います。周りが暗いのは竜面石の触媒を装備していないためです。マーカーに近づくと会話が発生しますが、会話の後は装備するようにしています。次は探検隊の拠点で入手した鍵を使って扉を開けていきます。扉が開いたら中に入って先へ進んでいきます。しばらく進んでいくと正面に光っているところがあるので、近づくと竜明石の原稿を入手することができます。これは今後の竜明石の触媒の強化に使うことができます。ここから先は一本道をマーカーに向かって進んでいくだけなので、2倍速にしてお送りさせていただきます。特に迷う感じではないと思います。もしゆっくり見たい場合は YouTube の機能を使ってスローにしてください。次のマーカーまでの移動はかなり長いのですが、しばらく進んでいくと光が差し込んでいるところに出てワープポイントの表示が出ます。ワープポイントに近づくとムービーが発生し、そのムービーが終わるとマップが解放されます。これで双眼巨猿の地下のマップが全て解放されたことになります。ここから次の目的に向かっていっていますが、その前にワープポイントを解放するようにしておくと良いと思います。今回は解放されていないことに気づかずに進んでいってしまったので、後から解放する羽目になっています。次の目的は巨大な小石を浄化するとなっており、5箇所にある装置を順番に浄化していくことになります。5箇所の装置は黒いモヤモヤが出ている先にそれぞれあります。装置の浄化の方法は、まず装置に近づいてチャージをします。次に装置の近くで有名石の触媒の光を当て続け、
装置の上に出ている数字が 100% になるまで光を当て続けます。チャージをすると敵が出てきますが、敵を戦いながらでも装置の浄化はできるので 100% にすることを優先にしてください。これで1つ目の装置の浄化が終わったので、次は南東方向に向かって進んでいきます。装置は下の方にもあるのですが、先に下に降りてしまうと上に戻ってくるのがかなり大変なので、先に上にあるワープポイントを解放しに向かっています。この青い光っているものを起動すると、流面積の触媒のエネルギーを回復できるので、減っていたら回復するようにしてください。ここでワープポイントを解放したら、次は南西方向に向かって進んでいくと2つ目の装置があるので、近づいて浄化をしていきます。装置に近づくとアビスの使徒激流ができますが、装置の浄化を優先してください。近くにいれば装置が 100% になる時の衝撃で倒せます。これで2つ目の装置の浄化が終わったので、次は下の方にある装置の浄化に向かっていきます。この辺りから下に飛び降りるとモヤモヤの先に装置が見えるので、そちらに向かって進んでいきます。先に下の方にある装置から浄化していってもいいのですが、ワークポイントを解放しておかないと自分で上に登っていくことになるので、かなり大変なことになると思います。ここから3つ目の装置の浄化をしていきますが、浄化の作業をしていると神殿の湧き出し口が出てきて、流明石の触媒のエネルギーがなくなってしまいます。こうなると浄化を続けられなくなるので、エネルギーの補充が必要となっています。今回は先に敵を倒していますが、敵は無視して先にエネルギーを補充して浄化を優先するのもありだと思います。流面積の触媒のエネルギーを回復したら、神殿の湧き出し口のところに行き、巡航放射を使って破壊していきます。あとは装置のところで待機して 100% になるのを待ちます。これで3つ目の装置の浄化が終わったので、次は下のエリアにある4つ目の装置のところに向かっていきます。4つ目の装置は3つ目の装置の東方向にあるので、そちらに向かって進んでいきます。この辺りまで来ると4つ目の装置が見えるので、そちらに向かって近づいていきます。途中で流明石の触媒のエネルギーの補充もできるので、しておいてください。4つ目の装置は黒泥で覆われているので、巡航放射を使って神殿の湧き出し口を破壊してから浄化の作業を始めていきます。獣域ハウンドたちが出てきていますが、今回は流明石の触媒のエネルギーの補充を優先しています。装置の近くで戦っていれば浄化の作業をしながら敵も倒すことができます。戦っているうちに装置の浄化は終わりますので、4つ目の装置の浄化が終わったら、次は先ほど解放した上にあるワープポイントにワープしていきます。ここから5つ目の装置の浄化をしていきます。上の方にあるワープポイントに到着したら、次は北東方向に向かって飛んでいきます。5つ目の装置はワープポイントよりも上の方にあるので、ここから上の方に向かって登っていきます。5つ目の装置の場所までは上りになるので、移動に結構時間がかかりますが、早送りはしないで実際の速度でお送りさせていただきます。この辺りまで来ると小さな段差があるだけなので、比較的進みやすいと思います。5つ目の装置の手前にチャージができるところがあるので、チャージをしておくと今後はここで流明石の触媒のエネルギーの補充ができます。ここから5つ目の装置の浄化をしていきますが、ここの神殿の湧き出し口は巡航放射で破壊してもしばらくすると復活するので、少し面倒なことになっています。
流明石の触媒のエネルギーを補充したら、もう一度沈泥の湧き出し口を破壊してもいいのですが、結局何回でも復活してしまうので、装置の近くで黒泥に乗らないギリギリのところに立ち浄化の作業をするのが良いと思います。アビスは先に倒してもいいですし、このようにシールドを貼りながら浄化の作業を優先するのもいいと思います。5つの装置の浄化が終わったら、次は浄化された巨大な小石を攻撃するとなるので、マーカーが出ているところに向かって飛んでいきます。マーカーが出ているところに近づくとムービーが入って、そのムービーが終わると遺跡サーペントとの戦いになります。遺跡サーペントとの戦いですが、めちゃめちゃ強いというわけではないので、何も考えずにゴリ押しで戦っていても結構なんとかなるのかなと思います。遺跡サーペントの体力が減ってくると、このように黒泥と沈泥の湧き出し口を出してきます。沈泥の湧き出し口を巡航放射を使って破壊すると、しばらく遺跡サーペントが止まるので攻撃がしやすいと思います。流明石の触媒のエネルギーが足りない場合は、金色の鉱石を破壊すると流明石の触媒のエネルギーを補充できるので、エネルギーを回復してから沈泥の湧き出し口を破壊するといいと思います。沈泥の湧き出し口を破壊すると遺跡サーペントの動きは止まりますが、止まる時間は短めなので、沈泥の湧き出し口は無視してひたすら殴り続ける方が早い場合もあると思います。ここの遺跡サーペントは倒すことはできず、ある程度体力が減ってくると何回攻撃してもダメージが入らなくなります。ダメージが入らない状態でしばらく攻撃を続けていると、パイモンが少し喋って、それが終わるとムービーが発生します。このムービーの後はマーカーに従って会話をしていくだけなので、迷うことはないと思います。以上で今回の動画は終了となります。このチャンネルではギミックの解説や素材の回収ルートなど、旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録・高評価の方をお願いいたします。またニルダムでは毎日ライブ配信、 Twitter では最新の情報をつぶやいたりしております。また法要ラボでも記事を書いたりしていますので、よろしければ概要欄のリンクの方からお越しください。では